はい、どうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローです。今回ね、久しぶりに車の中からねお送りしております。私の今乗ってるこの車 180SX、27年前ぐらいの車ですか、なんですけどもね、購入してからですねちょうど2年ぐらいが経とうとしています。ですので、今のねこの段階で2年乗ってどうなのかというお話をですねちょっとしていければいいかなと思います。では合流しましょうか。この車2年経ちまして乗った距離がだいたい2万2千キロぐらいですね。いや思った以上に乗りましたね。だいたい年間1万キロちょっとぐらいの計算ですからね。まさかねそんなに乗ることになると思いませんでしたね。まあそしてねやっぱこんだけ走ったら壊れるんじゃないかとね、そこがやっぱり皆さん心配だと思うんですけれども、なんとですね壊れませんね。いや正直ね、まあ、何回か壊れるだろうなと、でもそれ覚悟して買ってたんですよ。もう買ったらボコボコ壊れるだろうと、まあでもしょうがないよなと、乗りたい車なんだからそういうのがあっても俺は欲しいんだとね、そう思って買ったわけなんですけれども全く壊れませんね。はい、だからもちろんねこれはあの何でしょう、運が良かったっていう言い方はしてあれなんですけれども、歴代の持ち主の方々がねあの大事にされてきた結果だと思いますので、まあ、そういうところの運が良かったっていうのがありますね。はい、であとね正直個人的に大きかったのが中古車サイトじゃなくてオークションで買ったので前のオーナーの方と直接取引してるんですよ。だからまあ、前の方の状況とかそれは分からないですけれども、前のオーナーの方の状況っていうのは直接伺うことができますのでね、そこは正直でかかったなって思いますね。だからいろいろねアドバイスいただいて、あの車検もねあの全然ね直さないで通りましたからね。あんま全然直さないは嘘だなっていうと嘘ですけど、あの何でしょう、車検をいざ出しに行ってここダメですって言われたとかそういうのはなかったんですよ。まあ後でねお話しますけれども、まあ、車検に当たってマフラーは変えたんですよ。はい、まあまあまあその辺は後にしましょうかね。はい、でこの2年の間にいろいろパーツを交換しております。まずね、まあ下の方から行こうか。タイヤは変えてますね。まあこれは消耗品なんで変えましょう。はい、で次にホイール、ね、最初はスカイラインのがついてたんですけれども、これまたね中古で買った 7J、 前が 7J 後ろが 8J のホイール履いてます。あれですね、あの土屋圭一さんデザインのやつですね。あの全くねわからないで買ったらあれってこれよく見たら土屋圭一さんデザインのホイールじゃねえみたいな、そんな感じでしたね。で、サスペンションね、サスペンションも変えてます。最初買った時は KTS っていうショップのオリジナルの車高調がついてたんですけれども、ちょっと硬いなと、硬いのとあと一応減衰力調整できるんですけれども、あのマウント部分で調整できないやつだったんですね。ちょっとそれはめんどくさいなと思いましたので、テインのフレックス Z っていうエントリーモデルみたいな感じなんですかね、安いやつ10万円ぐらいのやつです。はい、それを入れました。で15段調整だから16段調整式ですけれども、だいたい今確か12段戻しぐらいで使ってます。だからねかなり柔らかめにして使ってるんですね。多分あのスポーツ走行とかが好きな方からしたらって12段も戻してるのってびっくりするかもしれないですけども、私はちょっとね基本街乗りなんで、街乗りであの静かに走ってますから、はい、柔らかめに設定してます。でもねやっぱり乗り心地が良くなって、
安いけれども、なんて言うんでしょうね、コスパがいいっていう言い方をすればいいのかな、うん、そんな感じですかね。はい。で、あとやったの何だったかな。あ、マフラーか。そう、マフラーはね、あれなんですよ、最初ついてたやつでも多分いけるだろうなっていう感じではあったみたいなんですけれども、結構ギリギリだったらしいんですよ、前回車検通した時が。でひょっとしたらね、あのその日のコンディションとかによっては危ないかもしれないみたいな感じだったので、じゃあちょっとね、安全マージンを取るじゃないですけれども、とか、あとやっぱりほら、うるさいとね、住宅街とか走った時に迷惑になっちゃうんで、じゃあちょっと静かなやつに変えようかなと思って、中古で買ったベイルサイドのマフラーに変えました。でね、このマフラー交換もね、いろいろありましてね、あのチェーン店のカー用品店に持ち込んだんですよ。で、取り付け1万円だったかな、1万円で取り付けてくれるっていうので、ガスケットを別で買って持ってってね、はい、つけてくださいみたいな感じでやったんですよ。で、まあ大体フランチボルトがパッと外れれば、まあ1時間ぐらいの作業時間かなみたいな感じだったんですね、うん、あ、はいはいはい、わかりました、じゃあお願いしますみたいな感じで頼ん で1時間経ちました。あれ終わんねえなと。2時間経ちました、まだかと。2時間半ぐらい経ちました、スタッスタッスタって店員さんが来て、すいません、着きません、マジかと。え、着かないってどういうことですかって言ったら、あのね、いや中古サイトって恐ろしいね、傷とかはね、まああれだったけども、あの備品だと思いますみたいな感じで書いてあったので買ったんですけど、これぶつけた跡ありますねって、曲がってますよって言われたんですよ。あー、マジかよって、マフラー安くねえのにって、曲がってる、はあ、じゃあ厳しいですかねって言ったら、担当してくれた方、昔180乗ってたみたいで、いやちょっとあの頑張ってみますんで、もうちょっと待ってくださいみたいな感じでやってくれて、で最終的にあなた、なんかなんだろうな、結構頑張ってっていうんですかね、つけてくれました。はい、でもうそれからね、1年以上経ってますけれども、特になんか不具合が出たりとかそういうこともなく、普通に使えてますという感じでね、もう多分普通のお店だったら無理、つけられません、別行ってくださいみたいなね、あの違うの持ってきてくださいみたいな感じになると思うんですけれど、まあ、たまたまこういいお兄さんに当たって頑張ってつけていただいたっていう、まあ、そんなね、マフラー交換だけでそういう話がありましたね。で、あとはね、あれだ、ヘッドライト、ヘッドライトのマウントを交換しましたね。まあ180っていうかリトラクタブルの車、多分あるあるだと思うんですけど、弱いんですよね後軸調整できなくなっちゃってたんで、はい、交換しました。幸いね、まだヘッドライトのパーツは新品が出ますので、日産のディーラー持ってってパーツ全部くださいって言って、パーツリスト見ながら、これとこれとこれとみたいな感じで買いましたね。でね、あれなんですよ、そのディーラー持ってった時も、まあ、こんな車で入ってってパーツ欲しいですって言ったら、もうあの工場長が出てきましたね工場長の方が出てきてやってくれましたね。でやっぱりそうね、ある程度なんでしょう、経験積んでいらっしゃる方だったりすると、もう分かってるんですよね、うん、だからリトラクタブルライトのこのパーツ欲しいんですよって言ったら、あーって、あのね、ここも弱いからね、これも買っといた方がいいっすよみたいな感じで教えてくれるっていう、あ、まあそんな感じでね、パーツを揃えて、で自分でライト自体は交換しました。まあでも本当そのぐらいかな、うん、そのぐらいしか交換してませんね、パーツは。だからなんて言うんでしょう、重要な部分は壊れてないんですよ。オルタネーターとか、うん、オルタネーター、ウォーターポンプとかね、その辺まだ壊れてないんですね。まあ正直予防交換を考えるのであれば、オルタネーター、ウォーターポンプ、あとはタイミングチェーンテンショナーとか、ラッシュアジャスターとかね、その辺のパーツとかもちょっとストックしておいて、余裕があったら交換はしないとなとは思っているんですけれども、まあね、こうやって元気に動いてるうちっていうのはちょっと忘れちゃうというか、後回しにしちゃうんですよね。うーん、良くないんですけれども、
な、いつかはやらなきゃなと思ってます。特にね、多分オルタネーターあたりはね、もうこれ17万キロそろそろ行くので、今16万9500ぐらいなんでね、ちょっとそろそろ考えとかないとやばいかなっていう感じですかね。あとはなんだろうね、 AAC バルブとか O2 センサー、まあ O2 センサーなんか簡単に交換できるんですけど、そういったもののね、消耗品をちょっと用意しとかなきゃなって感じですかね。はい、という感じでね、2年2万キロ乗りましたけれども、全く壊れないでこうやって元気に走ってますね。いやー、なんだろう、やっぱりこういう車だから壊れるというわけではないんですね。これまで所有されていた方々が大事に大事にしてね、ちゃんとメンテナンスされていて、それでこう洗い乗り方をしなければ意外と持つもんなんだなっていうのが、ね、実体験としてじゃないですけれども、こう実際に所有してみて、感じたというか分かったことですね。まあ、ただ注意していただきたいのは、これは私の場合ですので、なんだ YT 壊れそうなのか、じゃあ僕も私も買うかみたいな、それはちょっと考え直した方がいいと思います。うん、おすすめできるかって言われたら、私はこれ大好きです。うん、好きな人はいいと思うんですけれども、まあ何でしょう、好きだけじゃ乗れないですからね。うん、だからなんだろう、なんかスポーツカーとかこういう車に憧れてます、おすすめですかって言われたら、いやー、手放しでおすすめはできないよっていう感じですかね。だって常に故障の心配と隣り合わせですからね。で、まあこうやってね、元気に乗れてますって言ってますけど、私こんななんか適当に喋ってますけどね、結構気使ってますからね、普段車に対して。うん、ちゃんと変な音したら、あ、今のなんだなんだみたいな感じで、ね、確認というか気をアンテナを張って、はい、注意してますので、とか、ね、何かあった時の故障の切り分けとかもある程度は自分でできないと、ちょっとね、お金がいっぱいかかっちゃうとかあったりすると思いますので、手放しではおすすめできないですけれども、当たりの個体を引けばこういう感じでね、楽しく長くっていうのかな、乗ることができる車ですかね。はい、まあ本当好きでお金と気合があればいいと思います。はい、ちなみにね、あれですよ、一応4人乗れるし荷物いっぱい詰めますそこ嬉しいよね。あとね、ちっちゃいんですよね、5ナンバーですから、なんて言ったって5ナンバーサイズの車ね、今時っていうのかな、今の車って結構大きいじゃないですか。そんな中ね、5ナンバーサイズですよ、横幅 1695mm、 ちっちゃくて便利ですよね。ちょっと長いけどね、全長は確か4540あるので、4m50なんですよ。ちょっと全長は長めではありますけれども、まあそれは慣れなんで。うん、本当私は好きで、とってもいい車だと思ってます。やっぱりね、乗ってるとテンション上がるんですよ。なんだ、レンタカーとかでね、軽トラとか乗ったりもしましたけれども、そういう車乗ってね、運転してる時はね、うふぅ楽しいってなるんですよ。なんか視点高いし、オートマチックだから、なんかギアチェンジないから楽だしね、アクセル踏めば進む、おいみたいな、うわ楽しいじゃん、いいねいいね、1台欲しいななんて思うんですけれども、まあそれ返して自分の車にね、こう乗ったら、あーやっぱこれだよなと、そうそうこれこれってなるんですよね。まあなかなかね、今から買うとなると、今もう200万ぐらいですか、高いですからね、ちょっと大変ではありますけれども、縁があったら、乗ってみてください。ちょっと話がだいぶ脱線しましたね。まあ、とにかくですね、私は2年2万2000キロ乗りましたけれども、特にこれといって大きな故障もなく元気に乗れていますという動画でございました。どうでしょう、車の動画、ちょっとね、
今暗いんであんまり景色とかも面白くはないと思いますけれども、まあこういう動画もね、あの見てやってもいいかなという方が結構いらっしゃるようであれば、定期的にちょっと車も上げられたらいいかなって思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあそんな感じで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではじゃあね。